タブリーダ宮殿の正面部タブリーダ宮殿は、ロシア、サンクトペテルブルクにある宮殿。サンクトペテルブルクにおける規模の大きく歴史的優秀のある宮殿建築の一つであり、エカテリーナ二世時代のロシア古典主義建築の傑作である。タブリーダ宮殿の名称は、宮殿の所有者であるタブリーダ公爵グリゴリー・ポチョムキンに由来する。 1791年ポチョムキンの死後、タブリーダ宮殿の名称で呼ばれるようになった。1768年から1784年のロト戦争に勝利したロシア帝国は、1783年、タブリーダ半島と呼ばれていたクリミア半島を併合した。このクリミア併合に功績があったのが、エカテリーナ2世紀の長身にして、真の伴侶、グリゴリー・ポチョムキンである。 ポチョムキンの功労に対して女帝は様々な豪華資品を与えたが、その一つがタブリーダ宮殿である。ポチョムキンは宮殿を建設するにあたり、ひいきにしていた建築家イワン・スタロフ、イワン・ストラフにパラディオスタイルによる設計を依頼した。スタロフの建築プランは宮殿本館に南に広大な庭園を北のネバ川へ運河を改作し、港湾を設置するというものであった。 宮殿の建設は1783年に開始され6年の歳月を要した。こうして完成した宮殿は、帝政ロシアにおける貴族邸宅の傑作とみなされ、多くの貴族の都の建設にあたって模範となった。1791年4月28日ポチョムキンは、死の数ヶ月前、女帝の関心を再び得ようとして、宮殿で前例のないほど大規模な祝宴を開いた。 当時、サシモのポチョムキンも、女帝の失調によりその県政は下降線を下っていたと言われる。ガブリラ・デルジャービンデザインのイルミネーションが輝く、大祝園によっても、女帝の寵愛を再び得ることあたわず、失意のまま、ヤッシーの講話に赴いたという言い伝えがあるが、果たして女帝に疎まれていたかも含めて、定かではない。事実、ポチョムキンは、ヤッシーの講話後、 ロシアが獲得した国会沿岸に新設された、ノボロシア県総督に任命されている。1791年10月5日ポチョムキンは、認知に赴く途中、病死した。20世紀初頭のタブリーダ宮殿と、庭園エカテリーナ2世は、ポチョムキンの死後ほどなくして、タブリーダ宮殿を買い上げた上で、建築家のヒョードル・ボルコフに命じて、夏の陸湯に改装するように命じた。 建築監督となったボルコフは、東翼に、劇場、西横に礼拝堂を設けた。庭園には、ボルコフの設計による、アドミラルパビリオン、庭師の館、温室、オランジェリーオーアンジェリーを建設したほか、宮殿に付随する橋や、鉄製のフェンスの設計を手掛けた。タブリーダ宮殿の外観は、内部インテリアの豪壮さに比較して、非常に禁欲的である。 ドームホールは、ロシアでも大きいものの一つで、イオニア式の列中によって飾られている。冬の庭園の名称で知られる、室内庭園は木や植物を室内に植えたものであり、来客の教壇の的となった。こうして完成したタブリーダ宮殿は、エカテリーナ2世時代における、ロシア古典主義建築の一つの頂点を成した。しかし、エカテリーナ2世の没後、この宮殿には、 冬の時代が訪れる。新帝パーベル一世は、母ミカドとポチョムキンに対して深い縁恨を抱いていたため、1779年宮殿を騎馬隊の宿舎とし、エカテリーナホールを馬場に改装した。その後の改装によって、インテリアもエカテリーナ二世時代に比べて質が落ちた。第一国会の議事堂となったタブリーダ宮殿、19世紀になると、 タブリーダ宮殿は、カルロロシカルロロシとワシリースターソフビジリー、ステイソブによって改装され、ロマノフ家の皇族が使用する宮殿となった。19世紀後半には、宮殿とネバ川の間に給水場が建設されたが、これによって宮殿からの眺望は著しく損なわれた。1905年日露戦争後のロシア第一、革命により、ドゥーマが開会されることとなったが、1907年、 タブリーダ宮殿は第一国会の議事堂に使用されることに決定した。このため冬の庭園の列中は塗り込められて壁が作られそこに会議場が新設された。また、東翼の劇場は図書館に改装された。1917年ロシア革命の直後、タブリーダ宮殿には臨時政府とペトログラードソビエトが置かれた。1918年には 憲法制定議会が開催されている。ソビエト政権樹立後の1918年5月、ボリシェビキはタブリーダ宮殿で第7回党大会を開催し、党名をロシア共産党に解消している。1990年代ソビエト連邦の崩壊後、タブリーダ宮殿は独立国家共同体議会館総会などの国際会議や接待に使用されている。また、 会議開催のためにタブリーダ庭園にガラスの正面部を持つ別館が建設された。ありがとうございます。